皆さんおははようございます西良平ですすでで今日は5月20日日月土曜日ですね、えー、お休みのところいかがお過ごしでしょうかっていうところなんですがお仕事の方もいらっしゃいますよねはい僕も仕事ですっていうことなんですが今日のお話はですね言霊のお話ですはい言霊もう皆さんもう分かってるよって感じだとは思うんですけどもまあ言霊を使っていく上で意外な 盲点というかここまで注意してほしいっていうところがあるんですが、まあ、そのことを、ね、改めて気づかせていただいたのは、えっと、<laughs> ちょうど水曜日かなあの前に、ね、ちょっとジューシーに焼けましたって話をして、えー、ゴルフコンペ。 チャリティーゴルフコンペっていうことで子供たちへのね寄付を募ったコンペの方にゴルフコンペの方に僕も年に1回しかゴルフしないんですけども行かせていただいてでそうなるとね年に1回だけあのそういう集まりがあるとそういう集まりに来る方たちもいたりしてっていうことでその時のねちょっととある先輩とお話しさせていただいたんですけどもまあ飲食店経営されてます飲食店経営された時にまあここで本当に思ったのは、まあ、平日のゴルフコンペっていうものに 集まってくる人人たちは経営者の人結構多いんですよねやっぱこういう時知ってる人知らない人も含めた上でじーっとこうやって見てるといい流れを持ってる人はもう過去にも何度も言いましたけどもご機嫌です。 ご機嫌なんですよね朝のおはようございますからよく知ってる人知らない人ちょっとよくわかんないけどみんな集まってるから大体一緒なんでしょっていう感じのところもあるかもしれない大雑把なところもあるんですけどもねあのおはようございますおはようございますおはようみたいな感じでやってるちょっとまあこわてな方もいらっしゃいましたけどもそれ以外でもおはようございますおはようございますあえっと誰あおはようみたいな感じでやってる人いるとあやっぱご機嫌な人の方がねいい流れを必ず持ってくるこの今言ってたおはようっていうこれも言霊ですよねどんな 言葉一つって考えたときに、おはようっていうものに関して私たちは言葉重要だからちゃんと使おう。例えば、ついてる、愛してるとか、ね、おはようございます、ね、お疲れ様でしたというのもそうなんですけども、このときに結構先ほど言った盲点となっているのは、どんな感情を入れてこの言葉を使ってるのかってことを覚えててほしいんですよ。っていうのも何かっていうと、まあ、この先輩っていうのも、まあ、僕は年に一回必ずね、一回しかしないんですけどゴルフを参加するたびに、まあ、あ えー、2021年、22年と、まあ、こういう期間、20年はなかったんじゃないかな、21年はあったと思うんですけども、まあ、そういったところでやっぱ、会社経営されてる中でも、特に飲食店の人たちは、このコロナっていうもの自体がすごく直撃したんですよね、で、うん、巷ではね、お前助成金もらってんだからいいだろうがって、もうね、やってた人は分かると思います、スタッフの人抱えてて,て、ちっちゃいちっちゃいお店の人でもきつかったと思うんですよ、ある程度の規模を抱えてる人は、本当、死ぬほどきつかったと思うんですよ、営業できなかったので、全然。 で、なってくると、まあ、その時期にやっぱみんな、どうだ、どう最近っていう話をやっぱやるんですよね。で、この先輩は、いやもうマジで、英語できないし、スタッフの子たち辞めていくし、もうどうにもなんない本当に店潰れそうみたいな感じだったんです。時に、大変だろうけども、確かに。確かに大変なんだろうけども、彼がそれに対して言葉を発してる時に、入れてる感情っていうのが、本当にどうにもならないっていうものなのかもしれないけども、入れてる感情自体は、 ネネガガテティィブブななななももののをを感感じじかかっったたんんでですすよねだからその先輩から「いやマジでやべえんだよなー」って言って「俺どうなりそう?」とか言う感じで聞いた時に僕多分ね「先輩大丈夫だと思いますよ」って瞬間に「お前もういい加減だなー」って言うけど「いい加減なことじゃないんです」「いい加減なことを言ってるんじゃなくて」「いや本当に?」って時に「そう?」っていう人と、えー、水曜日にまた会った時に「先輩あの後どうなりましたか?」って聞いたら「なんとかなったよ!」って言ったんですやっぱどうにかなるのがもんなんのかねってきっと いろんな会社をやっていく中にもきっとこの流れでどうにもならなかった人もいると思うんですよお店を畳んだりとかねいう人もいたとは思うんですけども僕がこの方を見て大丈夫だなって思ったのは彼が発してる言霊言葉はネガティブ潰れそうとかどうにもなんないよって言ってたかもしれないんだけども言葉自体はネガティブだったかもしれませんただしこの方がその言葉に対してる感情っていうもの自体入れてた感情がポジティブだったんですよだから僕はあどうにかなるかな 使っている言葉は、例えば、愛してますとか言ってる人、おはようとか言ってる人ではなくて、愛してますって言ってる人と、おはようございますって言ってる人では、感情が何を込めてその言葉を発しているのか、何の感情を込めてその言葉を発しているのかで、全く違うんです僕も今までたくさんの人たちの相談を受けてくる中でも、うんこの人ちょっと待てよって思っていくときは、いやもうなんか、旦那さんとうまくいってなくて、なんか子供もも学校に行ってくれないし、なんか私の仕事もパッとしてないっていないな、そんな感じですよね。 言言っっってるる人ととここでやっぱり意識するべき今言ってたと思いましたね表情と感情ですよね表情情と感情って考えた時に「いやもうね旦那とうまくいってないっさ」って仕事はパッとしないし子供は学校行ってくんないしねってうもうこんな感じだけど先生どうだろうって言ったけどいやこの人は大丈夫だなって思う使ってることだ言葉霊自体がたとえマイナスネガティブであったとしてもプラスな感情を込めてるっていうことでまだいけるなって思うところがある運に見捨てられてないなって。 でもここでやっぱり覚えててほしいことはプラスな言葉を使う時にプラスな言葉を使う時にプラスな感情も一緒に込めて入れてくれるとちゃんと返ってきますいくら言霊が重要だと言ってプラスな言葉を使おうとは言ってもそこにネガティブな感情を,入れてしまう感情を込めて使ってるとどうしてもこれがね働かないだから前向きな言葉使ってるのは私の人生全然うまくいかないって言ってる方たちは特に注意してほしいことはその時に私は一体どんな感情を込めてそれを使ってるか。 ね、ネガティブなことを言ってもいい出る時だってあるマイナスの時だってあるんです愚痴文句もあるでもその時に感情をどういう風にして入れて使うかってことで全く違ってくるものになりますよってことでやっぱり言霊は確かに重要ではあるもののねなるもののそこに私がどんな感情を込めて使ってるかによって言霊の意味とその威力 そのパワーっていうものは全く違うものになりますよってことをぜひとも覚えててほしいなって思う中でやっぱりねその人は、えー、お店も会社も潰れずになんとかやれたんだって話をした時に本当に言った通りだったなって言ったけどいやただそれだけなんですとあのー、運から見放されてないと思ったんです表情といいそして感情がねだから本当につらかったと思いますきつかったと思うんだけどでも僕もね やっぱりただ単純にそれモチベーションっていうものもねやっぱり今、ねこの時期だからこそモチベーション保つのも大変だっていう話をしたときにこの先輩にもちょっと聞いたんですけども先輩、モチベーション保つときってどうしてましたかって聞いたときにこれも参考になりましたね。参考になりましたねっていうのはねあのこの先輩が言ったことは同級生とかライバルだと思ってた人たち。 の中でももちろんお店を畳んだりとか、ね、した人もいるんだけどもその中でもなんとか続けてやっていこうって思ってやってる人たちのお店に行ってこの人たちが働いてる姿を見てって言ったんですよほうライバルだったりとか同級生で同じような時期に始めたりとかそのあとからでもいいんです同じような業種をやってる人たちのところに行ってはこの人たちが働いてる姿を見てはよし俺も頑張るぞって思ったんだって絶対こいつも辛いはずとこいつだけが一人でうまくいってるわけないと 苦しいなって思ってる時に、えー、その姿を見てその姿を見てよしやっぱり俺も頑張ろうって思えたから今やってこれたんだよねって時に。 なるほどなって思ったこととそのライバル店を営業してるその先輩も CA だったので「て言ってましたよ」って言った時にこの先輩が何て答えたかって「そうなんだ」って「そっか」って「あの俺は去って本当に辛いで去ってもう泣きそうだよ」って思った時にあいつが時々来てくれるからこそまた頑張れたんだよねって言ってたんですだから本当にね持ちつ持たれつってこういうことなんだなと思った時にある方は辛いなきついなと思った時にその中で一生懸命働いてる人の姿を見たからこそ「 俺も一緒の中で一緒に頑張ろうと思えたでもこっち側の人からするとそんな辛い中でもわざわざ俺のお店に来てくれるこいつの姿を見て俺は頑張れたんだっていう中でやっぱり仲間って重要だなと思いますこういうね、えー、切磋琢磨やっていくライバルとして時としてライバルとしてやっていくのも重要ですけどねやっぱり本当にお互いが辛い時にね支え合っていくっていうプラスな意味での蹴落とすとかそういうものではなくてライバルっていうのはねこういう意味で素晴らしい関係だなと思ったのも。えー 今回の素晴らしい学びだったと思います。なので今日のお話はえポジティブとかネガティブとかっていう言葉がありますけどもそこに載せる感情っていうものがさらに重要ですよと。ね、そこに載せるポジティブなことでもネガティブなこともある言ってもいい。その時に私たちがどんな感情を載せて使うかによって運っていうもの自体はそれを見放していくのかいやそれでも応援してくれるのかっていう流れが変わりますと。そして辛いな、きついなって思ってる時あると思います。そんな時。 あ同じように辛い経験の中でやってる切磋琢磨やってる人やったいやだったりとかライバルっていう人たちの姿を見てよし私も頑張るぞって思うようなきっかけをもらえたりそして逆にその人たちから見たらその姿を見に来てくれてるね来てくれてる。 公園、ね、でもそうだと思います。公園家の人たちでもそうだし、ね、仕事の中でも営業職でも飲食店でもそう、辛いなって思ってる時でこそ、その人の働いてる姿を見るっていう中でも、昔先生言ってましたね、本当に魅力的だなって、結婚する時、女性でも男性でもね、相手の人が本当に魅力的かどうかっていうのを、えー、見たい時は、隠れてその人が働いてる姿を見に行きなさいと。その人が働いてる姿を見た,見た時に、この人魅力的って思った時に、結婚しなさいっていう。 働いてる姿こそその時こそね見られてないと思ってて働いてる時の姿こそが一番魅力的な姿が出てるよっていう話をしたのも一緒で、えー、そういった時ねちょっと落ち込んでる時、えー、辛いなって思ってる時にライバルとか同じような業種職種の人たちを、えー、ちょっと見に行くと元気になるかもしれませんその上で確かに分かりますしそれで僕たちもその人たちに対してエネルギーを与えることができますよってことで良いエネルギーの循環が生まれるきっかけになるんじゃないかなと思いますっていう話を 今日はさせていたただきましということで今日も僕から両循環のエネルギーを送らせていただこうと思いますということで今日も元気よく皆さんを送ろうと思いますではいきますせーのよっしゃーということで今日も元気よくいってらっしゃいお気をつけ